不甲斐ない試合運びに、バンキシャも怒りをにじませた。現地6月17日、ロサンゼルス・エンジェルスは敵地でカンザスシティ・ロイヤルズと対戦。7回表に大谷翔平が23号ソロを放ってスコアを8対2とし、一時は最大6点のリードを奪いながらも逆転さよなら負けを喫した。7回裏に3点を返されると 続く8回裏も支給や支給でランナーをためてはリリーフ陣が抑えきれずに3失点8対8でなんとかしのぎ9回表にはマイク・トラウトのタイムリーで勝ち越しに成功するがその裏に2点をダッシュされて逆転負けに終わったエンジェルスは3連勝を逃がしア・リーグ西地区首位テキサス・レンジャーズとのゲーム差は再び4.5に開いている まさに典型的ななおエの展開に、米メディア、ザ・アスレチック、でエンジェルス版のサム・ブラム氏はツイッターでチームを酷評。エンジェルスは完全にメルトダウンした、と書き出し、7回に8対2としたのに、18勝51敗で10連敗中だったロイヤルズにしてやられたのだ、と断じる。 そして、この日敗れた2位のアストロズより順位表で上に行くチャンスをも失ったんだ、と知るし、なんたる集大だ、と吐き捨てた。これでエンジェルスは通算40勝33敗で貯金、7、となり、順位は3位のまま。現地日曜日にロイヤルズとのシリーズ第3戦を戦う。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。 今日は6回のイングラムの投球に尽きる大谷の HR で6点差になって余裕を持ってメジャーデビューさせた系投間違いだったと思う2塁1塁になった時点で交代させておくべきだったその後の系投もすべて裏目に出た感じあと9回にエステベスを使わなかったのも疑問前回当番は四球連発したけどあの日は三連投か四連投だったと思う 今日はエステベスに任せるべきだったし、デベンスキーがかわいそう。明日以降、調子の良かった中継陣の調子がおかしくならないことを祈るばかりです。最下位チームに勝つのも上位チームに勝つのも同じ1勝。この1勝をどこかの強いチームから奪わないといけない。ならば勝ちやすい試合で勝てないと後でしんどくなる。 点数差で新人さんをピッチャーで出したが現状ではコントロールやスピード考えると難しいのではたったの1勝、されど後で後悔するかもしれない1勝6点差をひっくり返されさよなら負け余裕こいて上に上がりたての経験も実績もない投手に傾倒し満塁にして次に丸投げし当然準備できてないから打たれる。 慌ててウェブに変えるがやはり準備できてないから打たれるベンチでキャニングはどんな気持ちだっただろう普段と違うことしてわざわざ負けたようなものこれまで勝ち越しできているのは選手の頑張りによるもので監督の采配によるものではないそのことを自覚して慎重な采配を振るってほしい今日の敗戦はワイルドカード争いに暗い影を落とした 勝てば2位に浮上するはずだったソリアーノウェブデペンスキーは攻められないここまでこの3人にどれほど助けられたことか攻めるべきはネビン監督とアイズピッチングコーチだ今日の悲惨な負けは全てこの2人にある試合の流れを全く読めないネビン交代投手の選択タイミングが最悪だった 試合の流れを変える切ることの大切さを分かっていれば最終回の買いまたぎはありえない買いまたぎは良い流れで来た時流れを継続したい時にやるべきエステベスが前回調子が悪く使いにくいからデペンスキーなんとか頼む的な続投は嫌な感じしかなかったワイズはブルペン陣の準備させるタイミング 投球練習での調子をしっかりと確認してから交代させろ場当たり的なんだよこういう嫌な負けの時は選手のせいにするのではなく全て監督が悪かったと責任を取り切り替えさせて新たな気持ちで次に臨んでいくことが大切いよいよピッチャー駒がなくなってきたイングラムは 2A に戻ることになるだろうソリアーノ デベンスキーは即 3A 行きはないだろうけれど、今日の状況が続くようでは角番間近、上げるのはシルセス、ローゼンバーグ選手くらいしかいなくなってきたか、ムーア選手の復調が待たれる。10連敗してても8-2で負けててもロイヤルズはファイティングポーズをとっていたということ。大谷さんのホームランで浮かれてルーキー登板させたエンゼルスは野球の恐ろしさを忘れていた。 散々学んだはずなのだが明日からはロイヤルズのゲームセットの瞬間までしっかり戦う姿勢を見習うべきだろう大谷選手メジャー通算150号今季23号おめでとう今日は2位に浮上できるチャンス勝ってほしかったトラウトのタイムリーヒットで勝利ならエンゼルスが盛り上がったのに逆転されてしまった この勝ち試合でイングラム投手を試したい気持ちはわかるけどねとウルシェラレンドン離脱でそれでも勝利をつかみ取りフル回転している今の状態では厳しかったかなこの嫌な雰囲気を残さず明日の勝利を祈りますネビン監督は滞在だな6点リードしてて誰しも楽勝かなと思っている時に 監督だけはは絶対に油断してなならない勝負は下駄を履くまで油断してはならない初メジャー昇格のイングラムを試しに出す気持ちはわかるが1イニング早すぎた7回は頭からデベンスキーを出して相手に諦めさせることが大切だ デベンスキーもウェブも満塁の場面で出されると楽勝ムードで出るとは思ってなかったからなおさら思い通りのピッチングができなかった最近はリリーフ陣も頑張ってたのにこれで彼らのモチベーションが狂ってきたら心配だこの監督はピッチャーの替え時や誰を登板させればよいかの判断ができないセンスがない この監督のもとではポストシーズンには出られないもしこのもったいない敗戦を境に今日がターニングポイントになりがたがたと負けていったらこの監督の罪は大きいせっかくアストロズが負けたのにもったいないネビン監督は最高の反面教師です大谷さんも引退後に指導者の道を歩かれるのかもしれないので今のうちにネビン監督の 失敗を学んで糧としてください本当に今日の試合は、イソップ童話に出てくるような、ある意味最高の試合でした。今日の試合は本当に腹の虫は収まらないが、もう今さら言っても明日へ切り替えよう。試合鑑てて大谷が盗塁失敗したことがもしかしたら、明日以降のトラウトを蘇らせるかも。あの打席トラウトは追い込まれてて打てる気がしなかった。 盗塁失敗で次の回改めて打席だ痛烈な二塁だ。久しぶりのトラウトの打球だったそして最後負けたけどあのしびれる場面でのタイムリーやはりトラウトが打たないとこれから厳しい神である大谷が盗塁死できっかけを与えたと思いたいいよいよピッチャー駒がなくなってきたイングラムは 2A に戻ることになるだろうソリアーノ デベンスキーは即 3A 行きはないだろうけれど、今日の状況が続くようでは角番間近、上げるのはシルセス、ローゼンバーグ選手くらいしかいなくなってきたか。ムーア選手の副長が待たれる。